夏も20世紀の夏休みは僕の夏休みを手掛けた綾部和史の夏休みゲームの最新作。物語の舞台となるのは海の見える緑豊かな田舎町のよもぎ町。この町に主人公の男の子がやってくるところから物語が始まります。遊ぼう遊ぼう。夏休みをどのように過ごすかはプレイヤーの自由です。まずは昆虫採集。あくあく。川や海で魚釣りにチャレンジ。住民たちと一緒にラジオ体操。それでは始まります。ラジオ体操第一。まずは背伸びの運動から。ドン。お祭りの屋台でゲームに挑戦などなど、思い思いの夏休みが堪能できます。よもぎ町をオープンワールドで表現しているのも本作のポイント。広大なフィールドを自由に駆け回って冒険できます。元気いっぱいの主人公は高いところに登るのも得意。絶景が望めるほか、マントを使って空中散歩も楽しめます。個性豊かな住民たちとの交流も夏休みの素敵な思い出になります。悩みを抱えている住民もいるので手助けしてあげましょう。主人公は父親が団長を務めるサーカス団の興行を手伝うこともできます。お次は脱出でございます。地獄の沙汰も運次第。美少女ラブちゃんトコトコくん、今宵の結末はいかに。サーカス団の団長の一人息子としてたくさんの出会いや体験をして特別な夏休みを楽しみましょう。この他にもファミ通 .com では詳細なリポート記事を掲載しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。